桜バスは広島県廿日市市における自主運行バスの愛称である。運賃や時刻表等は事業者のサイト等を参照のこと。廿日市桜バス事業の正式名称は廿日市市循環バス。廿日市市が生活交通再編計画を策定して開始したコミュニティバス事業である。愛称は廿日市市の木である桜にちなんだもので公募により決定した。 初日市地区で運行される。初日市桜バスと佐柄地区で運行される。佐柄桜バス。佐和地区で運行される。吉羽桜バス。吉羽デマンドバスに大別される。初日市桜バスは、広電バス。初日市出張所が、初日市桜バスは、二重化。市交通が、佐柄地桜バス。佐柄地区マンドバスは、佐柄交通が、佐柄地区デマンドバス。 吉羽桜バス、吉羽デマンドバスは、津田交通がそれぞれ運行事業の委託を受けている。年末年始はすべて運休となるなど、営利事業としてよりは、公的事業としての性格が強い。もともと、佐伯桜バス、佐伯デマンドバス、吉羽桜バス、廿日市桜バスの路線は、広電バスの路線だったため、一部のバス停が、広電時代のまま使われている。 廿日市市の自主運行バスにはこのほか大野地区で運行される、大野ハートバスがある。現在の廿日市市は、平成の大合併以前の旧町村ごとに、地域の性格が異なり、地域住民のニーズの変化と、民間バス路線の再算性の悪化によって、民間バス事業者の撤退が危惧されていることから、市において、廿日市市公共交通協議会を設置し、策定された。 計画の下、持続可能な生活交通の維持、確保が図られている。桜バスは、現在のところ、廿日市地区と佐伯地区と吉和地区の自主運行バスについてのみ完されている名称である。廿日市地区を運行エリアとする。西淳艦線・透け方ルート、区内ルート、原ルートの4路線がある。西淳艦線・透け方ルート、区内ルート機終点は、 廿日市市役所前駅バス停で、広島電鉄宮島線に接続する。運行開始の時点では、廿日市市役所バス停が、奇襲点だったが、廿日市市役所前駅の整備事業完成に伴い、変更された。時刻表等は、下記外部リンク、自主運行バスを参照。西循環線ンサルート区内ルート原ルート久島線、朝原線久島。 友和選手線山線朝原線飯山、中道線初日市桜バスで使用されている、日野、ポンチョ2020年3月現在、合わせて6台が在籍している。西巡環線、助方ルート、区内ルートは、広島電鉄が担当している。四台原ルートは担当の二重化、四交通で在籍している。九島線を、佐伯交通、朝原線が、津田交通が担当している。 日野、ポンチョ、三菱不走、エアロミディエム J 運行は、佐伯交通が担当、トヨタハイエース運行は、津田交通が担当、日野、ポンチョ桜バスと、同様、津田交通が担当している。一回乗車ごとの均一運賃。大人、小人と障害者の運賃は異なる。IC カード乗車券については、広島県エリアの交通系、IC カード、パスピー JR 西日本の愛子化は、廿日市桜バスのみ利用が2020年3月29日より開始。佐伯木桜バス、吉羽桜バスでの利用はできない。廿日市地域公共交通網形成計画などに、記載の検討中の事項の一部である。廿日市桜バスでは利用促進のため、ノリノリキャンペーンが2014年8月25日から実施された。 通常回数券の発売額は1000円だが、通常回数券の表紙4枚を専用台紙に貼り付けて運転士に渡すと、特別回数券を500円で購入できるというもの。期間は当初2015年3月31日までとなっていたが、公表により期間が9月30日まで延長され、その後も2016年9月30日まで延長された。 キャンペーン期間終了後も同様の方式で特別ミックス回数券の販売は継続されていた。その後、パスピーの導入に伴い回数券の発売は2020年の6月末で終了した。オーノハートバスは現在も回数券を発売している。初回日桜バスと同様のキャンペーンを実施しているが、回数券の相互利用はできない。ありがとうございます。